私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。松本潤休日はドライブに出かけるも、目的地はなし。運転しながらセリフをブツブツ言ったりとか。嵐の松本潤、38、が25日放送の TBS 王様のブランチ、土曜前 9.30 に出演。休日の過ごし方を明かした。番組内では、映画99、9、刑事専門弁護士、ザ・ムービー、監督木村久志、30日公開、で共演した西島秀俊が VTR 出演。松本が演じる超型破りな弁護士、深山大とはセリフが多い役だったのにもかかわらず、西島はセリフが完璧なんですよねと松本を絶賛。続けて、走りながらセリフを言ってみたりするっておっしゃってましたと松本の少し変わったセリフの覚え方も明かした。また西島から休みの日の過ごし方は？との質問を受けると、この日スタジオに出演した松本は車の運転したりしますねと返答。多忙で時間がないと、車のバッテリーが上がらないか心配になるといい、バッテリーが上がっちゃうから、エンジンかけたいから自分の家で先に台本読んで、ある程度台本が半分くらい、頭に入った時に車に乗って、運転しながらセリフをブツブツ言ったりとか、と休日の過ごし方を説明。車を運転するも目的地はないといい、車のバッテリーが上がんないようにとセリフを覚えるためと口にした。松本潤二宮和也と1年ぶり共演非常に緊張しています二の三ウイ出演へ。昨年末で活動を休止した人気グループ嵐の松本潤さんが、12月26日放送のバラエティ番組二の三、日本テレビ系、午前10時25分、で同番組にウイ出演する。MC を務める二宮和也さんと、テレビ番組での共演は1年ぶり。普段から同番組を見ているという松本さんは非常に緊張しています。などと言いながらも、長年気になっていた二宮さんへの疑問を本人にぶつける。最初の企画は松本潤の今一番気になるものと題し、いい水に出会いたいという松本さんのリクエストで東京の美味しい水道水の作り方を調査する。世界的ソムリエの田崎真也さんは、市場には出回らないという貴重な水山椒を選び、松本さんと二宮さんが飲み比べ。さらに、福島県北部の磐梯山の水を使用した蕎麦店をお笑いトリオ花子がリサーチした。松本さんは、二宮さん、人気グループセクシーゾーンの菊池風磨さんと、蕎麦をかけて対決する。人気コーナー芸能人イメージ調査ビンゴでは、松本さんと、この企画が始まって以来初めてとなる二宮さんのイメージも調査した。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。